はい、モーリングです。今から、また前のね、続きになります。ライブサウンドカード、2700円で買った、ボイスチェンジャーのついたサウンドカードの、引き続きの紹介になります。まあ好評でね、結構見てくれてる方もいるみたいなので、今回パソコンの方、PC の方でつないで、できるのかっていうのでね、詳細が、Amazon にも、一応ね、写真、ノートパソコンとかデスクトップにつないだら、まあ、ボイスチェンジャー使えますよみたいな、その映像が載ってたんですけど、いざ、まあ、やろうもと、つなぎ方が全くわからない。説明書も、なんかね、英語みたいなのばっかりで、さっぱりわからないっていう状況で、どういう風に、つないだらいいのかなと思って、まあちょっとね、結構質問とかもあったんですけど、まあ、今回はちょっとね、パソコンでできるのかっていうのでね、一回、まあサウンド、プレステ4か、サウンドカードを介して、なサウンドブラスター的な、そういうサウンドブラスターのね、サウンドカードに挿して、なおかつこのボイスチェンジャー、まあサウンドカードにサウンドカードみたいなね。さしてやっと使えたんですけど、今回ちょっとプレステ4ではね、ちょっとね、設定ができないので、 PC やったらできるんじゃないかな、ちょっといろいろいじくってたら、まあ今画面の通り下のね、音声バーが右にこう動いてますよね。で今結構ねボリュームはちっちゃめに設定してるんですけど、多分それでもでかいような気がするんですね。でもちろんちゃんと音声も変えれるのかどうかっていうのは今から試して思います。はい、変わりましたかね。まあ、こんな感じで一応まあ変わってるみたいなので、まあいつも通りこういうふうにプレステ4の時はまあサウンドカードとサウンドカードをこいつを使ってまあ録音ができたと。でもこういう感じで、まあ、もちろんね、ボイスチェンジャーも使える感じになってます。はい。で、まあここでね、まあこれだけね、試すっていう、まああとこれとか、もう入る、ちょっとこれ出ないからね、音がね。まあ、この辺の設定も多分ね、できるかどうかがね、さっぱりこの機械じゃ分かりにくい。録音はできると、PC でもできると。で、次、まあ、これ、エコーのボリューム上げていきます。こんな感じですね。まあ、変えれる。で、ただ、これで、ミキシター的な、まあ、PC の音も取り入れるのかどうかっていうのね、ちょっと、まあ、これはパソコン。大丈夫ですかね。もちょっとね、体内というか、この本体のバッテリーが切れたようです。はい。で、ちょっとね、バッテリー今つないだんですけど、まあ、これでね、PC の、音源ですね、PC 側の音声を、曲を見れれるかどうかって、今ちょっとね、YouTube ちょっと開いてるんで、それでいきたいと思います。さあ、この曲がちゃんと聴けるかどうか、じゃあ試します。ちょっと音声下げます。あ、これちょっとミュートなっちゃった、調整難しいね。こんな感じですね。これはちゃんとミキサーされてんのか、されてないっぽいね、これね。これはちょっとしたらここの OBS の設定かな。 OBS でこれ別で映像キャプチャー、こんなんかな、これじゃないな、設定すればいけるんかもしれない。これのね、BGM、ミキシングで、まあ、ミックスで BGM を入れる方法が分かりましたっていうか、この OBS の設定でしたね。ここ、デスクトップ音声のこのね、まあ、ソースの
これがオフになってました、このねスピーカーマークは。これを入れることによって先ほどのこれが多分入ると思います。はい、でちょっともう一回開きます。うん、デスクトップのね音声が反応してます。で自分の声はこれです。でこれちょっとボリューム上げると多分音が出かなってるんじゃないかなと思います。ちょっと確認できてません。はい、じゃこれをまあ半分、自分の声の半分ぐらいにしといて、でここのねミュートも、これはちょっとね自分のヘッドホンがすごい うるさくなるんで、ここはちょっとねうまいこと自分でうまいこと調整してください。やる方は、まあ、ここでちょっとねもうちょっと BGM を下げた方はここで下げるといった設定で、まあ、ミックスができる。はい、もちろん、ボイスチェンジャーも使えるっていう感じですね。はい、まあこんな感じで、PC 側の方の音声設定というか、まあ、簡単ですけども終わりたいと思います。はい、以上です。はい、ねちょっとこれはおまけです。ちょっとボリューム調整しながらやりたいと思います。これは、ソニーの、何だったっけな、これは単一指向性かな、今回ヘッドセットのマイクじゃなしに、コンデンサーマイクかな、ソニーのね、まあ、2,3,000 ぐらいのやつかな、ちっちゃいねピンマイクみたいなね、まあ後でちょっとこの画面に映しておきますけど、それで今ちょっと音声拾ってます。これだとやっぱヘッドセットのねマイクってあんまり性能いいのがないんですけど、まあこれやったらちゃんとまあ、口元にちゃんと近づけないと、まあ、はっきり聞こえないかなとは思うんですけど、まあこれだと結構クリアな音でまあ録音ができるのかなと。まあこれはちょっとおまけです。はい、これはね、あとまあポップガード、このねこの破裂音がねあるんで、ちょっと今ちょっと手持ちに一応あるこれをちょっと使います。今ちょっとポップガードつけましたけど、まあポップガードでちょっとまあ口元をこう覆ってあげて喋ると、まあなかなかこうバビブベボ、これをポップガード外したらバビブベボ、あちょっとねバビブベボ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 って言ってね、ポップガードをつけると、まあそのね破裂音が聞こえにくくなるっていうね、まあこともしていただいたら、まあ、ポップガード1000円ぐらいだったんかな、まあクリアよりクリアの、まあ、自分の声はまあクリアじゃないんですけどね、ええ、まあそういうので使えるかなと。まあただちょっとこれはおまけです。はい、では